今日は一段と冷えるね、課長に。けど、ママが買ってくれたこのモコモコ、すっごく暖かいね。そうだね、ひまわり。けど、さすがママだね。僕たち、すっごく似合ってるね。え、課長に、そんな風に思っててくれたの？てっきり私とお揃いだから、嫌なのかなって思ってた。なんでさ、可愛いひまわりと一緒で、僕、すっごく嬉しいよ。もうやだな、課長に言ったら。あ、私ちょっとおトイレ行ってくるから待ってて。チラッ、あー、見ちゃった。お前らいい年こいて兄弟揃って同じ服とか恥ずかしくないのか。あ、さてはお前らシスコってやつか。あやちゃん、いつから見てたの？っていうか、シスコやろうなんか言わないでよ。せっかく、ママが お揃いで買ってくれたんだからさ。うわー、お前マザコンだし、しかもシスコンだったとはな。うわー、サブ。マザコン？シスコン？っていうか、アニャちゃん、なんで半袖なの？こんなに寒いのにさ。ほんま寒いよな。っていうか、チュシ、お前らみたいに、もこもこないねん。あ、ちょうどいいや。それよこせや。そんな、僕だって寒いし、ひまわりとお揃いだったのに。課長にお待たせ。ってあれ？課長に、なんで半袖なの？っていうか、あの人、アーニャちゃんもいるし。それに、なんで課長にのもこもこ着てるのよ。あー、たけや。これはたまんねえわ。ってあれ？ひまちゃん？あれ？お家に帰ったんじゃないの？こんにちは、アーニャちゃん。なんでアーニャちゃんがカチョニーの上着着てるのよ。カチョニーが風邪ひいちゃうから返してください。ひまわり、もういいよ。僕なんかもう寒くなくなってきたしさ。ね？だよな。やっぱ私みたいな可愛い子にはこのモコモコだよな。カチョニー、寒くなるわけないでしょ。今5度しかないのよ。どうせまた上着もアーニャちゃんに取られたんでしょ。僕無理やりアーニャちゃんにモコモコ剥ぎ取られたんだ。ほら、やっぱり課長に泣いちゃった。こら、あなた、もう許さない。その上着返せ。このごめんなさい、ひまちゃん、もうしませんので、どうぞ。ぷぷぷ、ごめんなさい、もうしませんから。だって